回はカメラローに影響を与えずにこのノードツリーだけを他のクリップにコピーする方法を紹介してみたいと思います。というのは自分が今まで困っていたのはこのノードツリーをコピーしたいと思って他のクリップを選択して連続選択して、一番簡単な方法でこのマウスの中ホイールをクリックすると他のクリップにコピーされるんですけども、これだとカメラローも一緒にコピーされちゃうんですよね。カメラローの設定もこれすごい困ってたんですよ。どうやるのかなってずっと探ってたんですが、一回ちょっと元に戻しますけれども、メディアプールになっている方は一回こうギャラリーの方に行っていただいて、このギャラリーの空いているスペースどこでもいいので右クリックすると、ここにグレードをコピーカメラロー設定を維持っていうメニューが出てくるんですよ。これにチェックを入れます。でこのチェックが入っていることを確認したら、もう一回同じように連続選択して目的のノードをコピーしたいクリップのところで中ホイールをクリックします。はい、そうすると今度はカメラローに影響を与えずノードツリーだけがコピーできたのが分かりますよね。ちょっとねここね隠れメニューすぎてずっと悩んでて分かんなかったんですけど、もし同じところでつまずいてる方がいたら、ここのねグレードをコピーカメラロー設定を維持、ここのメニューを探ってみてください。ちなみに余談なんですけれども、ダヴィンチリゾルブ17からこのコマンド C もしくはコントロール C、コマンド V もしくはコントロール V のコピー&ペーストにも対応したんですよ。でそれでやると今ここにグレードをコピーカメラロー設定を維持チェック入っててもコピー&ペーストでやってしまうと、このチェックに関係なくねカメラローもコピーされちゃうんですよね。なので普通のコマンド C コマンド V コントロール C コントロール V のコピー&ペーストは使わずに、中ホイールのコピー技かもしくはスチルを取ってもらってスチルでのドラッグ&ドロップとか、もしくはカラーのこのメモリーおよびロード、これを使ってコピーをする分にはこのカメラローの設定を維持、ここのメニューが効いてきますので、そこだけ最後付け加えさせていただきます。ということで今日のチュートリアルは以上になります。試してみてください。